俺の名は大江金太郎、年は25歳、気ままなフリーターだ。俺は今手打ちうどん屋でバイトをしている。麺を打つのは難しくて最初はすごく辛かったけど、この優しい親父さんに励まされているうちに俺もだんだん仕事が面白くなってきた。いらっしゃいませ、きつねうどん一つ。俺はたぬきで。はい、きつねたぬきです。金ちゃん。はい、きつねにたぬきと勉強勉強。お茶を買いましょうね。おい親父、麺に腰が足りねえぞ。麺を打ったらどこのどいつだよ。いやどうもすいません、まだ若いんですが、なかなか筋のいいやつですから、どうぞ長い目で見てやってください。うどんの道は厳しいぜ。おい、でもよ、今時の若いもんに手打ちの仕事はな。ただいま。いらっしゃいませ。早かったね。講義が一つ休校になったの。かわいいのりちゃん帰ってきた。坂田さんがまた来てる。金太郎さん。のりちゃんおかえり。この花、金太郎さんの部屋にも飾ってあげるね。本当？ありがとう。のりちゃん優しいな。そうだ、坂田さん、金太郎さんのおうどんどうだった？まあなかなか筋のいい麺だな。よかった、坂田さんがいいって言うんだから安心ね、お父さん。まあ長い目で見てやるよ。しっかり頑張んなきゃ承知しねえぞ若いの。はい、頑張ります。金ちゃんはファイトあるから大丈夫だ。ほんと、うちは助かってるよ。みんな優しく励ましてくれる。この温かい仕事は初めてだ。金太郎さん、私も応援するからね。のりちゃん、よし、みんな見ててくれ。調子に乗るな。すいません。お勘定お願いします。はい、ただいま。こんにちは。あら、小暮さん。あ、これお見舞いです。
あら、わざわざ。どうですか、お父さんの具合は。おかげさまで順調ですよ。そりゃよかった。いや、今日もお仕事で。ええ、うちで投資してるビルが近くにありましてね、ついでに寄らせていただいたんですよ。おお。それじゃあ、うどん食べてってくださいね。それじゃあ、遠慮なく。へえ、うまかった。ごちそうさま。やっぱり手打ちは腰が違うな。ありがとうございます。おいくらですか？いいんですよ、お世話になったお礼もしてないし。いや、そりゃいけませんよ。そんなことありませんって。でもやっぱり悪いですから。いいえ、こっちの方が悪いですから。そうですか。そうですよ。じゃあ遠慮なく。そうしてください。あ、そうだ、のりこさん。はい。今度一緒に船を見に行きませんか？え？うちの取引に使ってるやつが今ついてましてね。すごいですね。いや、ほんの20万トン、大したもんじゃないですよ。迷惑じゃないですか？とんでもない。今日はお車で？ええ、表に置かせてもらってます。小暮さん、あの、本当にありがとうございました。え？引き逃げされた父を通りすがりの小暮さんが病院まで運んでくれなかったら、父は今頃どうなっていたか。当然のことをしたまでさ。それじゃあ今度の日曜日。はい、楽しみにしています。はい。こんばんは、のりちゃん。へえ、変わった朝顔だね。違うわ、これは気境よ。そのタンポポも可愛いね。これはエゾギク。金太郎さんって面白い。え、そう？俺そんなに面白い？でも、のりちゃん本当に花が好きなんだね。もちろん花は好きだけど、でもね、自分のたった一人好きな人のために花を飾りたいの。それが今の私の目標なのよ。勉強になるな。湯冷めするよ。お勉強、ラララ、お勉強。小暮さん。はあ。先代によろしくな。へい。小暮さんってば遊んじゃって、さばけた人だな。ねえ、ひろし。ああ、本当に二人でお店出せるの？計画は順調だ。お前が跳ねたうどん屋の娘とキスまで持ち込んだからな。あと一押しだ。一週間で俺の体が忘れられなくなり、一ヶ月で結婚。店の土地、建物を俺の名義にして、うどん屋を閉店、スナックを開店、6ヶ月で離婚したら、すぐにお前を経営者として入れてやるよ。やった、ヒロシ頭いい。よく言われるんだ。ねえ、あんた、その子に本気で惚れちゃ嫌よ。バカ、あんなやぼったいガキにマジで惚れるか。
でもヒロシ結構女好きだから。くどいって、俺があのガキにマジで惚れるだと。冗談でもムカつくぜ、あんなしょんべんお前。ごめんヒロシ、怒んないで。もう許せないぞ本当に。今の話本当でしょうか。お前確か、はい、大江金太郎、あのうどん屋で働いてるものです。立ち聞きしてやがったな。いえ、座って聞いてました。お願いです、のりちゃんはとってもいい子なんです。それに親父さんやおかみさんもとっても優しい人たちなんです。どうかそんなひどいことしないでください。いいか、俺は空手2段だ。しかも最悪組の杯ももらってる。うどん屋の奴らに余計なこと喋んなよ。喋ったらぶっ殺す。ですか？ちょっと転んだだけ。大丈夫大丈夫。お勘定お願いします。あ、はい、どうもありがとうございます。650円ですね。はい、1000円お預かりいたします。のりちゃん、あいつに恋してる。ヤクザの男に騙されて乙女の初恋闇に散るか。のりちゃん、どこ行くの？別に、ちょっとね。あら、のりこ出かけんのかい？うん。おめかしして、デートだね。うん。行っといで。はい。デートは！本日の第2レース、早くも波乱含みの展開になってまいりました。第4コーナー回って、トップはエチゴブライアン、2馬身差で北三ボーイ。さあ最後の直線、北三ボーイ出た、北三ボーイ追いがる、中を割って野村信号も来た、逃げ切ったエチゴブライアン、続いて野村信号、観客は2馬身差ついて北三ボーイ。ああ、黄色い帽子と赤い帽子、両方とも負けちゃった。そう簡単にはいかないよ。でも競馬場にこんな個室があったなんて。ああ、最近はこういうところも行き届いたもんさ。ところで、そろそろプロポーズの返事を聞かせてくれないか。私まだ迷ってるんです。小暮さんのことは好きだけど、でも私が結婚すると父や母のことも心配だし。君を愛してる。口ではそう言いながら体が言うことを聞かなくなってきたはずだ。まずは上から。ダメですよ。あれ、おかしいな。確かに外したはずが、ならば下から。ダメだってば。なんだと。この女って弱いぞ。この手を落としてくる。それにしてもでかい手だ。あふ思わず本気声が出たな。乱れると声が太くなるタイプか。よし、とどめは小暮スペシャル、コークスクリューキース。
断しろ。私帰ります。バカな、今までメロメロになっていたはずなのに。お願い、今日は帰らせて。まあいいが、かなりの線いったからな。私素直じゃないのかな、余計なことにこだわってるかしら。ねえ金太郎さん、どう思います？白いんだよね。どこか悪いんですか？なんだか最近元気がないわ。大丈夫です。やっぱりここの仕事きついんですね。でも金太郎さんのおかげで父と母は本当に助かってるわ。いつまでここにいてくれるんですか？親父さんの腕が治るまでかな。金太郎さん、ずっとここにいてもらうわけにはいかないかしら。のりちゃんがそう言ってくれるなら。だって私が結婚したら父と母が二人だけになってしまうでしょ。のりちゃん、今何時？私この間小暮さんにプロポーズされて、それでずっと迷ってたんですけど、でももう決めようかなって。いつまでも迷ってばかりいちゃいけないんじゃないかって。のりちゃん、もっとゆっくり考えようよ。そのいろいろ問題があるかも。でも親父さんやおかみさんに相談は？ごめんなさい、さっき言ったこと金太郎さんに迷惑かけるつもりは。小暮さんには同居してくれるように頼んでみます。あのスケベとみんなで同居？あのさ、のりちゃん、よく知りもしない人のことをそんな風に。いや、嘘、そうじゃなくってさ、小暮さんがのりちゃんの相手として本当にふさわしいかどうかってことをね。私じゃ小暮さんと釣り合わないって思うんですか？違うんだってばさ。金太郎さんならきっと賛成して励ましてくれると思ったのに。そんなつまらない話聞かせてごめんなさい。ちょっと、待って、のりちゃん。うおー、あい、嫌われちゃったよ。私一体何をぐずぐず迷っているのかしら。こんなところで会えるわけないのに。お願いします、どうかのりちゃんから手引いてください。バカ野郎、親父のひき逃げから計画したんだぞ、今さらやめられるか。そこをなんとか、絶対誰にも言いませんから。てめえ、俺をなめてやがんな。そんなことうるせえ、この間手加減したのが間違いだったぜ。ねえ、こいつ分け前欲しがってんじゃないの？おめえは黙ってる。だってのりちゃんいろいろ真剣に考えてて、すごく真面目ないい子だし、そんなかわいそうなこと。何が真面目でいい子だ、こないだなんか男みたいな喘ぎ声出してたんだやぞ。それはあんなのただのスケベなガキだぜ。でももう容赦しねえ。おのりちゃん。小暮さん。のりちゃん、紹介するよ。この人は僕の彼女で、のんちゃんって言うんだ。ちっちゃい頃からスケベなガキだったって、今この子のことを話してたんだよ。そうなんだ。金太郎君に紹介してもらってたんだ。
せっかくうまくいってたものを出ろ。大丈夫？マジで殴ってしまった。剣法道場で勉強したことをつまらないことに使ってしまって、俺もまだまだ勉強が足りないぜ。さすがは年季が違うな。いやーもうきついきつい。おい親父、ダメだな、年寄りが作った麺は。もう金ちゃんに任せて引退だな。ところでこの頃のりちゃん見かけないけど、どうしたの？ちょっと風邪をひいたらしくて部屋で休んでます。ならいいんだけど、いろいろ難しい年頃なんだから気遣ってやんなよ。のりちゃん、俺金太郎だけど、今日は俺お別れを言いに来たんだ。そのいろんなことがあったけど、のりちゃんにはこれからも元気出して頑張っていてほしいし、でもこの間嘘ついたのは謝るよ。その、入っていいですよ。心配かけてごめんなさい。私あの時はショックだったけど、でももういいんです、吹っ切れました。よかった。じゃあ元気になったんだね。ええ、それよりも私金太郎さんに随分迷惑をかけてしまって。いいんだよそんなの、のりちゃんが元気なら。金太郎さん、これを見てください。ん？え？うわ、これのりちゃんが作ったの？ええ、どうですか？すっごくかわいいよ。私この花を飾りながら金太郎さんのことを思い出してたんです。私金太郎さんの優しい気持ちに全然気がつかなかったけど、でも今私が立ち直っていられるのは金太郎さんのおかげなんです。私この花、私金太郎さんのことが、好きな人に渡すんだろ？その花、言ってたもんね、好きな人のために飾りたいって。のりちゃんの花を気に入ってくれる人見つけなきゃ。俺なんか花の名前間違えちゃって、なんだっけ、朝顔と、ほら、桔梗。あ、そうそう、よく見たら全然違うのにね。あの時は私本当に笑ってしまって。そりゃ笑うよね。全然勉強が足りねえや。じゃあ生麺どのくらい持ってく？はい、今行きます。お世話になりました。気をつけてな。本当に勉強になりました。いや、こっちこそ助かったよ。近くに来たらうどん食べに寄っておくれよ。はい、必ず。さよなら。達者でな。俺の名前は大江金太郎、年は25歳、ただいま人生勉強中。
その瞳は野生のきらめきを秘め、川の服に隠されたその死体から人間のうちに潜む獣がにじみ出てくるかのように感じられた。そしてそれが俺の心のうちに潜む野生を目覚めさせた。見たい、もう見たいんだもんな。その服の中に秘められた野生を。ゴールデンボーイ第4巻、野生の海を泳ぐ。あゆこさん、体中無駄のない流線部位光ってるぜ。